そうなると、切れ毛を量産することになってしまうので、髪を伸ばしている人はできるだけやめた方がいいかなと思います。チェキチェキ、こんにちは。表参道ヘアティスト、あやまるです。髪を切っちゃったけど、やっぱり元の長さに戻したい、そんな風に思ってる方いませんか？ショートにしてみて、ショートもやっぱりすごいいいんだけど、やっぱりないものねだりでロングに戻したいなんて時ありませんか？そんな時にどうやったら髪の毛が早く伸ばせるのか、その方法を詳しく説明していくので、ぜひ皆さん参考にしてください。それでは説明していきます。まずは髪の毛を早く伸ばすための5つのコツについて紹介していきます。髪を早く伸ばすための1つ目のコツは、十分な栄養を摂るです。これは当たり前のようで、実際はできていないって方多いと思います。髪の毛も栄養がないと成長はどんどん遅くなってしまいます。栄養は食べ物からしか基本的には摂ることはできないので、早く髪を伸ばしたい方は日々の食事にも気を使ってもらいたいですね。髪を伸ばすために必要な栄養素としては、ビタミン A、C、D、E やリオチンです。とは言っても、お肉や魚、野菜などバランスよく食事をしていれば基本的には摂れる栄養素なので、偏った食生活にならないように気をつければ大丈夫です。よくサプリはどうですかって質問をいただくんですが、サプリメントの場合手軽だし効果はもちろんあるとは思うんですが、たくさん取ったからって言って効果がその分増すわけではないし、お金もねかかってしまうので、あんまりおすすめはしません。むしろサプリに頼りすぎてしまうと、食べ物からうまく栄養が吸収できにくくなってしまうこともあるみたいなので、できるだけ普段の食事から栄養は摂取したいですね。次にコツ2つ目は、定期的に髪の毛を整えるです。髪の毛って時間が経つにつれて基本的にはどんどんダメージしてきてしまいます。紫外線だったり摩擦の影響もあるし、女性だとアイロンやコテを使う人も多いですよね。また普段のシャンプーだったりドライヤーでも少なからず髪の毛は傷んでしまいます。特に毛先の方はその影響を受けやすいので、どんどんダメージしてしまいます。そうするとせっかく伸ばしたところでダメージした部分をバッサリ切らないといけなくなってしまうので、基本的に髪の毛は短くなってしまいます。なので私もお客様におすすめしているのは、髪の毛を伸ばしている間はあんまりハイペースで切っててもずっと伸びなくなってしまうので、まあ、大体2から3ヶ月ぐらいで毛先を軽く整えるっていうのをおすすめしてます。そうすると枝毛だったり切れ毛の防止になって、綺麗に髪の毛を早く伸ばすことができます。次にコツ3つ目、髪の保湿をするです。早く髪を伸ばしたいなら、髪をしっかり保湿しておくことが必要になります。特にカラーやパーマをしている髪の毛は、髪の毛の中がスカスカになっていることが多いです。そうするとその部分がいつか切れてしまったりするので、なかなか髪は伸びてくれません。なのでお風呂に入るときはトリートメントだったりコンディショナーを使って、しっかりと髪を補修してあげてください。お風呂でトリートメントをつけた後に、目の洗いフォームで優しく全体になじませてから5分ぐらい時間を置いてあげると、髪をしっかり保湿してくれるのでおすすめです。あとはお風呂から上がった後に、ドライヤー前に洗い流さないトリートメントをつけて、さらに髪に栄養を与えてあげることで髪は綺麗に早く伸びてくれます。続いてコツ4つ目、日々のブラッシングです。これは私がいつも言ってるので、皆さんご存知だとは思うんですが、日々のブラッシングはとっても大切です。たかがブラッシングされどブラッシングなんです。髪を常に綺麗に整えてあげることによって、髪の摩擦も減るし、枝毛や切れ毛にもなりにくいので、ブラッシングは習慣づけておきましょう。ただ絡まった髪を無理やりブチブチブチってどかしてしまうと切れ毛の原因になってしまうので、ブラシがちょっと低かったら無理してガーっていかずに、絡まっている部分のちょっと下から順番に溶かして、だんだん上に向かって溶かしていくと髪や頭皮への負担が減ります。そして最後に5つ目のコツは、寝るときにナイトキャップを使うです。実は寝ている間って髪の毛には結構な負担がかかってるんです。頭と枕の間に押しつぶされた髪の毛って結構摩擦の影響も受けるし、切れ毛の原因になってたりします。そこで活躍するのがナイトキャップなんです。ナイトキャップをつけることで寝ている間の摩擦や乾燥から髪を守ってくれて、髪を早く伸ばすには必須アイテムかなと思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。ちなみに私はハホニコさんから出ているこのナイトキャップをいつもつけています。もう使いすぎてめちゃくちゃ年季入ってますね。もうちょっとねテロテロになってきちゃったので、そろそろ新しいのを買おうかなと思ってます。あとは枕カバーなんかもシルクのものに変えるだけで髪への負担は少なくなると思うのでおすすめです。ではここからは髪を伸ばしている最中の注意するべき5つのポイントについてお話ししていきます。まず1つ目がシャンプーの成分に注意するです。シャンプーは髪や頭皮の汚れを落とすものなんです。
が、多くのシャンプーには硝酸塩という成分が入っています。この硝酸塩って髪を伸ばすために必要な油分をごっそり落としてしまうので、できるだけ入っていないものをおすすめします。次に2つ目がドライヤーとアイロンの間隔を空けるです。ドライヤーやアイロンなど熱を使うものは時間を空けてから使う方が髪のダメージも軽減できるので、できるだけ間隔を空けて使うようにしましょう。次に3つ目がブリーチをしないです。これは髪を伸ばしている方はできるだけ控えた方がいいかなと思います。ブリーチをすることでキューティクルが開いてしまい、髪の中の栄養もそのパカッと開いたキューティクルから抜け出してしまい、スカスカの髪の毛になってしまいます。そうなると切れ毛を量産することになってしまうので、髪を伸ばしている人はできるだけやめた方がいいかなと思います。そして4つ目はお風呂上がりにすぐ髪の毛を乾かすです。お風呂上がりって頭にターバン巻いてって一息つきたくなりますよね。でも濡れている時の髪の毛って特にダメージしやすくて、髪の毛も切れやすいので、できるだけ早く乾かすようにしてください。最後に5つ目、髪を結ぶのをできるだけ控えるです。これはお仕事的に難しいって方も多いとは思うんですが、髪をギュッと結ぶことは正直髪の毛に対していいことではありません。毎日同じ場所で結んでいると、その部分にどんどん負荷がかかってしまって切れ毛の原因にもなってしまいます。ただどうしても結ばなきゃいけないっていう方は、ゴムやピンを外すときにできるだけ優しく髪の毛をブチブチブチってやらないように外したりとか、髪に負担の少ないこういうネジネジのスプリングタイプだったり、こういうパイル地のワフワのゴムを使うといいかなと思います。あとはこういうバンズクリップとかもおすすめです。はい、以上が髪を早く伸ばす方法の紹介でした。当たり前のようでなかなかできてないことも多いと思うし、私も実際これを注意したことで予想より早く髪の毛が伸びたなっていう経験もあるので、皆さんも騙されたと思ってぜひやってみてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるので、たくさんコメントお待ちしております。そしてあやまるベヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ここまで動画を見てくださりありがとうございます。私が代表監修を務めるアオレが池袋もオープンしました。髪が綺麗になれば人生も楽しくなる、そのお手伝いができればと思い、髪質改善専門店のサロンにしました。髪質改善って金額も高いし、どこに行ったらいいかわからない、そんな方に私がこだわり抜いて選定した商材を使った髪質改善サロンをぜひ体験していただきたいです。ご新規様限定のお得なクーポンもご用意しています。詳細は概要欄からチェックしてみてください。